このチャンネルは野良猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、甘えん坊の黒猫は子猫みたいに小柄、初対面で膝乗り、おもちゃでハッスルということでですね、この子がバレリーちゃんって言いますよ。推定1歳ぐらいということなんですけれども、いきなり膝に乗ってきてくれましたよね。で、見た目なんですけれども、小柄で生後半年ぐらいじゃないかなと思ってたんですけれども、触が細いのかね、あんま大きくならなかったようなんですよ。あ、降りちゃうか。降りちゃいましたね。あ、泣いたね。お尻トントン苦手なのかもしれないんですけれども、撫でられるのは好きそうですよね。泣いてるね。ちょっと怒った今。でもスリスリってやりましたね。おもちゃはどうかな、遊んでくれる。こちらは猫お兄さん手作りおもちゃ、将軍ですよ。あ、ちょいちょいしてるやんか。いいね。カミカミとかはするわけではないのかな。追いかけたりする方が好きかな。あ、思いっきり食い込んでるかな。もうね、2年近く使い込んでるということで、以前よりもね、食い込みやすくなったかな。爪とか歯なんですけれども、もう遊ばへん、飽きちゃったか。撫でようかな。じゃあもう尻尾ピーナーっておるんですけれども、距離取られちゃいましたね。床を擦ってみましょう。遊ぶ、遊んでくれるやん。いいですね。休み休み遊ぶ子なのかもしれないですね。今回のお店は大阪地下鉄中崎町駅付近にある保護猫カフェキャットスペースさんです。イカ耳になってる。どういうことかな。怒ってるわけではないですよね。遊びに夢中になってくれてるんかな。くわえた。ちょいちょいしてね、いいですよね。ちょっと絡まってるかな。あ、横になる、横になってくれた。ねえ、歯に食い込んでるでしょ。あ、取れたか、よかったよかった。あのまま飲み込んだりとかしたらすごい危険ですもんね。あ、よく遊んでくれるおもちゃなんでね、なかなかね、処分するタイミングが難しいんですよね。で、まだ原型とどめてますしね。ただね、猫ちゃんはね、新しいおもちゃを持っていったら遊んでくれるかって言ったら、そういうわけでもないのでね、その辺はすごく難しいところでありますよね。お、ケリーくんだよ、この子は。バレリーちゃんと仲良しということなんですけれども、一緒に遊んだりするかな。するとですね、イカ耳になるんですよね。ちょっとイラッとしたのかな、ひょっとしたら。さあ、猫じゃらしに変えてみたんですけれども、どうかな。遊ぶね。あ、ひょっとしたら猫じゃらしの方が好き？ちょい、ちょい。いいですね、今のちょいちょいね。立ち上がったりとかするね。お膝に来たりはしないか。こう見上げる顔とか可愛いよね。掴んでペロペロするんかな。どうでしょうか。コロンって転がったりとかはしてないか。棒は、棒はふんふんによっておるけれども、噛んだりとかはしないか。あ、噛み噛みする。今手を攻撃しようとしたな。でもめっちゃ遊ぶやん。お腹は、お腹を触っても怒れへんね。多分お尻付近が苦手なのかもしれないんですけれども、ねえ、ペロペロ舐めて遊んでるやん。めっちゃ可愛いやん、この遊び方。いいね。なんか本当に子猫ちゃんみたいな感じしますよね。年齢も1歳ということはですね、これ以上あんまり大きくならないんじゃないかなと思うんですよね。まあ横幅がでかくなる可能性はありますけれども、ということで大きさは変わらないということで、もうずっとね、子猫ちゃんみたいな、そんな感じになるかなと思うんですよ。我が家の黒猫月くんもですね、これぐらい小さいんですよね。で、ずっと小さいまんまなんですよ。いつまでも子猫ちゃんみたいで可愛いですよ。あ、どっか行っちゃう？あ、追いかけてくれるね。お、膝に乗る。いい
じゃないですか。お尻タンタンタンカキカキカキ、ちょっと興奮するね。お膝の上で遊んでるけれども、お釣り落ちたね。お、モノポニーくんが来たよ。お、スリーとしようとしたら逃げられちゃいましたね。スリースリーはさせてくれない。ふんふんとは匂っておりますけれども、あ、どっか行っちゃう。で、バレリーちゃんは水を飲んでおりましたよ。水を飲んでる猫ちゃんも癒されますよね。で、しばらく時間が経つとですね、くつろいでおったんですけれども、撫でるとすぐにね、来てくれましたね。で、移動して、爪研ぎをするわけではない?おもちゃを見せてみましょう。遊ばない。で、移動しちゃう。あれもういいんかな?遊ぶか。よかったよかった。立ち上がったよ、今。いちゃいちゃいちゃい。将軍に変えてみるか、どうでしょうか。いろんなおもちゃをね、見せながらやった方がいいと思うんでね。カミカミする。で、すぐ遊ぶのやめる。で、またカミカミする。かわいいね。やっぱカミカミするんが好きなんかな。ちょっと引っかかってるよ。かわいい。いい顔するやん。ちょっと爪が長いね、君は。マフマフマフ。また猫じゃらしに変えて遊んでくれましたよね。お、膝に乗る?嬉しいやないか。今日初対面なんですよ。ね、何度も乗ってきてくれますよね。で、膝の上でじゃれてんの。ほら、かわいい。いやー、癒しの子やで。で、また気持ちよさそうな顔するやん。人のこと大好きなんやろね。かわいい。お腹もふもふもふ。あ、でもちょっとじゃれるか。あ、ね、カミカミした。いいですね、この遊び方ね。ちょっとハッスルしたね。この姿は癒されるよね。こっちがいい。あ、将軍でも遊んでくれた。なかなかやんちゃやな。あ、甘えてくれてるやん。いや、この子は癒しの子やで。あ、降りちゃうか。トンネル遊び。トンネルで遊ぶ姿もいいね。あ、すぐ終わっちゃう。まあ、遊ばへんの。鼻から見る顔も可愛いよ。あ、走ってる。バレリーちゃんとはね、いろんなおもちゃを試してみるのがいいかなと思いますよね。皆様いかがだったでしょうか。バレリーちゃんは膝に乗ってくれて可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェキャットスペースさんでした。